今話題の全然挟めてない、伸びる、最後伸びる伸びる、そう後ろ足もしっかり蹴る、そう気持ちよく大きく上体は低く構えたまま、そう最後例えば左足で蹴ったら体は上半身は右へに行くとか、左右反作用じゃないけど押して伸びる押して伸びる押して伸びる、そうそう押して伸びる伸びる、ほらほら押して伸びる伸びる伸びる、そうそう、オッケー、つながりですね、つながり言ったら、こう進んだらこうこっちの足も右足ね、右足このポイントはそのままこっち今度蹴るときもすんなりそのまますぐこうやって持ってきてた、はい、じゃなくて今度ちょっと残していく、残してまあ見よったら分かる、残して残していくったで、残していったで、うわ そうどっち行くのどっち行くの、反対にクロスクロスクロスのイメージ、クロスクロスのイメージ、クロス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 、手の力は抜いて、あと5秒テリード、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 しっかり初速に全てをかけて、しっかり大きくでいいから腕振り大きくね、最初頑張って、そうで走るからこそ腕振りが生きてくるから、しっかり腕も全力で体幹ひねって持っていく、そうえ今帰宅してる最中です。まあ今日は伊藤さんに、やってもらって、2回目やったんですけどすごい面白かったです。しんどかった。まだまだっすね。伸びしろあるわ。簡単に説明したら、まあ、身体操作の部分で、より体をスムーズに動かせれるようにするためのトレーニングなんですけど、まあ、自分の強みである、まあ、スピードの部分だったり、まあ、動き出しっていうところの部分をもっとより強化したいなというふうに思ったので、取り入れています。まあ、上半身と下半身の
連動性っていうのをより高めることによって、まあ、よりスムーズに、足が運べますし、まあ、切り替えのところでも速くなったりすることができると思うんで、まあ、これを続けていったら、まあ、自分の、ストロングポイントを強化できるかなというふうに思ったので、取り入れてます。なんでね、まあ、今日やっただけでも全然変化は感じられましたし、まあ、もっともっと伸びしろっていうのは、まあ、自分自身もあると思いますし、まあ、伊藤さんにも言われましたし、まあ、頑張っていきたいなというふうに思います。今日もう行かないかんよ。腕痛い。だったら頭の下に枕があった方がいい。仰向けになってもらって両手両足をちょっと軽くラッチ出すような感じ、リラックスした状態、緊張しないように出して吐く息だけお口から吐いていきます。吐く息の時に体に残っている緊張がスーッと抜けていく感覚にしましょう。そこで静止します。少し、ね、股関節前に圧迫を加えてます。行きましょう。今度ターゲット逆になりますね。左のお尻の電源を押してください。行きたいと思います。えい、もうアホみたい。おやすみなさい。